おっしゃー、それではアイワナリメンバーザメモリアルゲームス3ですね。続きをやっていきたいと思います。前回ステージ2をクリアしまして、無事ねステージ2は1周目でアイテムを取ることができましたんで、今回のステージ3もね、もう一発でアイテム見つけるぐらいのつもりでやっていきたいと思います。まあ前回の感じから、あ、今回初見殺しがないね。で、前回の感じからす、え、なんかあるんだけどさ、え、なになに、これ倒したらアイテムとかってことありますかね。あの前回のね2の感じからすると、本格的に、いや、難しくなるのって多分ステージ4ぐらいからだと思うんで、なんかたまに当たってる音みたいなのはすんだけど、ほぼほぼ弾かれてますよねこれ。ただ跳ね返ってくるやつに当たっても死にはしなさそう。どうすりゃいいのこれ。え、実狙いで撃ってくるってのは分かった。お、当たってんだか当たってないんだか分かんないな。か、こうやって左右にやつが移動するときに後ろから狙う？どうすりゃいい？そろそろ行くよね、向こうね。で、今のうちに後ろから、はい。ダメなの。え？めちゃくちゃ硬い。どうしよう。とりあえず、なんか、見つけたからには、倒したいんだけど。本当にダメ？お？ほんとたまに当たってんのかなって音はするんだけど、絵面が変わんないよこれ。え、どうしよう。もう結構長いこと戦ってると思うんだけど、もう2分ぐらい、あ、やべ。え、でもとりあえず見つけたからにはやろう。まずダメージ判定がどこかをしっかり見極めないと。あ、銃口ではなさそうですかね。もうとにかく撃ちまくって当たったらラッキーでやっていくしかないかな。あ、なんか当たった音したな今。もうとにかく撃ってこう。あ、また当たったっぽい。幸いにもなんかもう直狙いの攻撃しかないから、とにかくやべ、撃って撃って撃ちまくって、結構当たった。足のあたりが弱点なのかな、よくわかんないけど。え、ちょっと待って、何やってくる気。ワイリーですね、これは。こいつも何？与えないとダメ？特に何かをしてくるっていう感じでも。え？倒したくさい？なんならアイテム。そんな謝んないでいいからさ。あ、アイテムだった。まさかまさかの一発ってか、開幕直後にあるパターンでしたね。床抜けんなよ。オッケー。ってことはもうこのステージ3は心置きなく進めていくだけになりましたと。まあ最後までね、どこが当たり判定だったのかちょっと分かんなかったですけど、おっしゃ、すっげえ嬉しい。なんか打ち勝った気分。はい、危ね。でまたこのスイッチ触ってセーブまで、あーで針が落ちてくんのか。セーブまで結構遠そうだな。もう素直に一回やり過ごそう。こうで、はしご。もうなんかこの作品のはしご、いい思い出がないんだよ本当に。はしごから飛び出すのが難しい。勢いよく、おし。でこの辺絶対罠はあると思うんで、解き明かしていこう。
もう焦る必要はない。ほんとただ進めてくだけだから、もうこうで、はしごから飛び出す。で、問題はここ、しっかり真ん中で、よし。あ、意外と何もなかったな。あ、で、ここはしっかり真ん中で降りろってことですかね。まあ、何らかの罠はある。あ、え、あ、その上が正解ルートってこと。どの辺で針が毒。あ、もうちょい右目だな、この辺。え、あなるほど、針が飛んでくんだ。ここ結構罠の密度としてはすごいね。で、セーブがないでござる。え、ダメな。あ、て、戻れなくなっちゃったよ。ってことは前のマップで落ちないようにこっちのマップに来んのかな。もうわかった、こんで落ちないようにこっちに行けない。ちょっと待ってよ。ってことはこっち、あ、こっから行けんだ。で、針がどいてくれる。うわ戻ってくんのかよ。ちくしょう。素直に降りちゃいましょう。オッケー。で、もうすぐでセーブ。あー、ここは2段ジャンプ残してスッと降りろってことか。もうやってれば進めるから全然ストレスフリーで楽しめますね。あと、やっぱアイテムをね、もう警戒しなくていいっていうのが本当心に余裕を持たせてくれてる。で、セーブと。で、次なる罠は、あ、リフトが消える。一回左にじゃあ行った方がいいってことですかね。とりあえず今回の目標としては、また風景背景が変わるんだったらそこまで行っちゃいたいかな。あー、で、それごと降ってくんのはちょっと考えてなかったな。あの左下の空間も絶対なんかあんだろうなっていう。もうとりあえずかかったらかかったで精神でやってく。あバーネ、あの間の抜けたバーネの音好きなんですよね、なんだかんだ。はい、ただもう着地しない。一気にこう、ここも着地しない。で、何があるかだな、ここ。とりあえず大きめに、やべ、ちょっと待って、うっそ、あ、ブロック消えんだ。こっち左のブロック使って戻れってこと。フェイントでは出ない。一気に、あ、やっぱここまで来ないと出ないな。で、当たる。あ、大丈夫そうですね。で、セーブはない。ただ空間もそんなに広くないから、そんなに罠は、あはしごだよ、また。オッケー、戻っては来た。あ、あ、段差になってんだっけ。で、はしごはジャンプして飛びつく感じでこう、うん、変に横キーが入んないように真上に。で、この高さだったら大丈夫。うっそ、マジ、はしごの操作が全然うまくなんない。結構いろんなアイワナでもやってはいるんですけど、成長しないね、そこね。で、さあ戻っては来た。まずは真上に飛んでフェイントで頼むよ。よし、あ、で、新しいところに来ましたね。これはポケモン？水は炎に強くて、炎は雷に強くて、雷は水に強いっていうことは、なんとなくギミックは分かったかもしんない。あのピカピカ光ってんのが黄色になったり赤になったりしてるから、要はこの赤いブロックを壊すときは多分青を取れってことなんじゃないのかな。まあそんな感じでキリがいいんで、今回この辺にして、次回ですね、またここから先をやっていきたいと思います。
それではここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。こうにゃっ、また鈴鹿くんだよ。どんだけボンバーマンなんかれ。お前まい、約束されたヒールトニガー。はい、ヒールトニガーどこ行ってんの。ここ発表しゃ、うまいよ、強いよ、かっこいいよ。はいはい、ステップ踏まないで、ステップ踏まないで。やべ、オッケー、いったー。